グランデッツァは日本の競争馬シュボバである。主な勝ち倉は2012年のスプリングステークス。馬名の由来はイタリア語で、偉大、雄大。デビューは8月21日の札幌の芝は1800メートル戦。八頭立ての最後方から直線追い込むも2着赤杯するが、9月17日に、 前走と同じ札幌の未勝利戦は単勝を追っつ一1.1倍と圧倒的一番人気に答え2着に8場審査の対象で初勝利を飾った。そして札幌2歳ステークスは後位から抜け出して重勝初制覇した。ラジオにック K 杯2歳ステークスでは4、5番手で先行し直線では一時トップになりも伸び足が鈍く後ろから刺されて3着に敗れた。 三歳初戦となったスプリングステークスはディープブリランテをゴール前で差し切って重賞2勝目となった。そして4月15日のサツキ賞では一番人気での出走となった。レースは大外18枠発走から終始後方外を回る展開となり直線で追い上げるも5着に敗れた。5月27日の日本ダービーは5番手につけるも直線では伸びず10着に敗れた。 陣営は、距離が長かったことを敗因に挙げていた。そして秋になって左前脚屈権炎を発症し、長期休養となってしまった。休養後、2戦はいずれもダート戦だったものの、ポルックスステークスで16着、アルデバランエスで11着と惨敗だった。復帰3戦目だった、東樹ステークスは2番手から、最後は2着にゴバシンの圧勝で復帰後初勝利。 時計も1分43秒9の日本レコードだった。しかし、続く安田記念は不良馬場が影響したか、ジャスタウェイの11着に敗れる。箱館記念に一番人気で出走する。先行するも、直線で伸びず10着と敗れた。10月の毎日王冠で5着、11月のマイルチャンピオンシップ3着といずれも先行するも、敗戦。2015年の、 第51回七席賞で勝利したグランデッツァ高成績を残している京都の京都金牌で勝利を目指したが直線では伸びず5着に敗れる続く都王子ステークスでは英心光に逃げ切りを許し2着となるナルオ記念では行為を進むも前がつまり5着に敗れた七夕賞では直線で2番手から抜け出すと2014年に名勝ナルトが記録した レースレコードを0.5秒更新し勝利した。勝利は1年2ヶ月ぶり、重賞勝利は3年4ヶ月ぶりとなった。その後、3ヶ月の休養を挟んだ毎日王冠では11着。その後、マイルチャンピオンシップに向けて調整されていたが、クッケン園を再び発症し引退することになった。引退後は、ブリーダーズスタリオンステーションで種ボバとなる。2016年より、 ブリーダーズ・スタリオン・ステーション入りし、2017年には初年度産区が誕生した。2019年に産区がデビューするも、翌2020年をもって種ボバを引退した。種ボバ引退後は、モモセライディングファームで乗馬となる。ありがとうございます。